世界に衝撃を与えたロシア軍の原発攻撃、露呈した防衛は不可能という現実、再びの惨事を覚悟したチェルノブイリ。ロシア軍は2月のウクライナ侵攻初日、1986年に大事故が起きた北部のチェルノブイリ原発を制圧し、3月には南部にある稼働中のザポロジエ原発を攻撃した。世界に衝撃を与えた暴挙は、武力攻撃を想定していない原発防衛の限界をあらわにした。ロシア軍撤退後のチェルノブイリ原発敷地で、1ヶ月を超える占領の跡を取材した。原発から半径30キロの立ち入り制限区域内で働く男性は、再びの惨事を覚悟したと語った。鏡に残された Z の文字。背の高い針葉樹が両脇に並ぶ一本道を進むと、巨大な鋼鉄シェルターに覆われた建物が正面に見えてきた。ソ連時代に爆発事故があった4号機だ。チェルノブイリ原発は、4基すべての原子炉が2000年までに稼働を停止したが、使用済み核燃料の保管が続いている。5月31日、関係当局の許可を得て制限区域内に入った。3月末にロシア軍が撤退した後、制限区域内には検問所がいくつも設置された。武装したウクライナ兵が停車を求め、トランクの中まで調べる。取材に同行した原発の管理局職員によると、最近もロシアの当局者が原発まで約10キロ圏に侵入し、拘束される事件が起きた。4号機のそばでは、持参していた放射線量計の数値が毎時2マイクロシーベルトを超えた。南に100キロほど離れた首都キーウ、キエフの約20倍に相当する。管理局職員は、ロシア軍の兵士や装甲車はこの辺りまで来ていたと説明した。敷地内の放射線量を計測する施設はドアが破壊され、測定器やコンピューターが略奪された。机や床には大便が残っていたという。職員のミコラ・ベスパリーさん58は、まるで動物だと憤った。別の施設の壁にかけられていた鏡には、ロシア軍の象徴とされる Z の文字がスプレーで書かれていた。制限区域内では、ドーンという轟音が時折響く。ロシア軍が埋めた地雷を爆破処理しているという。ベスパリーさんは、福島大学の支援で設置された施設もあるが、地雷のせいで近づけずにいると話した。原発は人質。制圧まではすぐだった。制限区域内のインフラ管理を担当する公務員、オレクサンドル・スキルタさん48が、2月24日の侵攻当日を振り返った。早朝に空襲警報のサイレンが鳴り、緊急事態の連絡を受けた。午前10時半頃には、ロシア軍の車両が区域内に入ってきた。ロシア部隊は、ベラルーシ国境から南下し、キーウに向かう途中にある原発を、首都攻略作戦の拠点とする目的があったと指摘されている。原発の周辺には、銃を携行する警備員がいたが、激しい交戦は起きなかった。スキルタさんは、戦闘になれば事故につながると誰もが分かっているからだと話す。原発は明け渡されるようにロシア軍の手に落ちた。ロシア軍の占領下で、
原発敷地や制限区域内には数百人の職員が残った。原発はアパートじゃない、鍵をかけてすぐに出ていくわけにはいかないとスキルタさん。原発が人質になったと感じた。ロシア兵は放射線量を書き込む用紙を持たされていたが、原発に関する知識は乏しく、恐れる様子もなかったという。86年の事故で、特に放射能汚染が深刻だった赤い森と呼ばれる地域で塹壕を掘った。15年以上チェルノブイリ原発を取材してきたウクライナ人ジャーナリスト、リュドミラ・ボグンさん52は、考えられない行動と呆れる。重火放射線で死ぬ。ロシア兵は制限区域内に住む人に対し威圧的に振る舞った。ここに人が住んでいるなんて聞いていないと話す兵士もいたという。区域内に住み込みで働くスキルタさんは当時、ロシア兵の重火放射線かどちらかで死ぬのだろうと考えていたと語った。ロシア軍はチェルノブイリ原発に続き欧州最大級の規模を誇り、運転中だったザポロジエ原発も制圧した。事故もあり得たと話すスキルタさんに、どうすれば守れたと思うかと尋ねた。スキルタさんは苛立ったような声で答えた。攻撃対象になれば完全に守るのは不可能だ。多くの原発がある日本の人ならわかるだろう。戦時の文民保護を定めたジュネーブ条約は、原発への攻撃を禁じている。国際社会は攻撃を非難しているが、スキルタさんは、違反に対応できないのなら条約は紙切れだと憤った。36年前の事故では、放出された放射性物質が気流に乗り、欧州などの広範囲を汚染した。数十人が急性放射線障害で死亡し、数十万人が移住を強いられたとされる。当時、4号機の作業員だったワレリー・レペタさん63は嘆いた。再び事故があれば、どれほど大変なことになるかを知っているはずなのに。ロシア軍、ウクライナ南部へ東部の兵力移送を続ける。反攻に対抗。ウクライナ戦況で、ロシア軍が東部ドネツク州マリウポリから南部地域の各地へ軍装備品を輸送し続ける動きが強まってきた。ウクライナ軍が攻勢を仕掛ける南部で、戦局の転換を図る狙いとみられる。ロシアの占領下にあるマリウポリをすでに離れた同市の市長顧問は、市内を通過しての装備品の移送が続いていると証言。今月16日には、装備品を積んだ最大100台からなる大規模な車列が、中南部ザポリージャ州へ向かったとした。これら車列には、歩兵戦闘車両も含まれた。これに加え、大人数のロシア軍兵士が、トラック、カマズで、マリウポリ西部にある2カ所の村落に運ばれ、拠点を築いたともした。CNN は先週、ザポリージャ州、メリトポリ市近くで精神するロシア軍の大規模な車列の位置情報を確認。マリウポリの地域住民グループは、今月15日、ロシア軍の複数の軍用車両が南東部の港湾都市ベルジャンスクの方向へ市内を走行する画像も公開していた。これら装備品などの西方への移動は、南部ヘルソン州に展開するロシア軍の支援が目的との見方も一部ある。同州でロシア軍はウクライナ軍の長距離兵器を駆使した攻撃で主勢にあるともされる。メルトポリの
フェドロフ市長は最近、同市の南部で多数の爆発が起きたことを報告。爆発の原因などは説明しなかったが、ザポリージャ州に設けられた複数のロシア軍基地は今月に入り、少なくとも3度、ウクライナ軍の長距離砲撃を受けたとした。ロシア軍はメリトポリで一般市民への圧力を強めており、地区の封鎖や尋問を行っているともした。バシリウカにあるロシア軍が管理する検問所は、民間人がウクライナ側へ侵入できる最後の経路となっているが、約500人がここで立ち往生しているともした。ヘルソン州では、ロシア軍の司令部や弾薬集積所がここ数週間、ウクライナ軍の攻撃の標的となっている。ウクライナ軍の南部地域を統括する作戦司令部は、ロシアの占領軍部隊は展開の場所を大幅に変え、一般住民の背後に隠れようとしているとも主張した。ロシア軍はさらなる攻撃を恐れて一部の基地を放棄し、人口が密集している居住地域内への移動を新たに選んでいるとも指摘。ウクライナ軍は地域住民を危険にさらす攻撃には踏み込まないだろうと計算していると述べた。